はいどうもこんにちは。前回はレンズのこの3つの式ですね。これを証明していったんですが、これを1つにまとめたこちらですね。写像公式。この使い方っていうのを説明していきたいなと思います。写像公式の使い方自体は非常にシンプルで簡単になってます。しっかりとポイントを押さえて説明していきたいと思います。それでは一緒に頑張っていきましょう。 はいそれではやっていきましょういつものように事業プリントは概要欄にリンクを貼っていますのでぜひプリントアウトをして書き込みながらこの授業を聞いてみてくださいはいそれではね前回の復習からしていきたいなと思うんですがレンズの式っていうのは3パターンあったんですねまずは凸レンズの実度ですね こちらが物体でこちらが像実像になっているんですが物体からレンズまでの距離を A 像からレンズまでの距離を B そして焦点距離を F としてあげた時にこちらの関係式が相似な三角形を探してあげるここととから見つけ出すすがでできたんですよね。同じように凸レンズの虚像の場合ですね同じように ABF を設定してあげたら A 分の 1-B 分の1イコール F 分の1。 そしてこれがオーレンズになった場合には A 分の1引く B 分の1イコールス f 分の1になったということだったんですね。で今回はこの写像公式だけを使って考えていきたいのでこの形に無理やりこの2つの式を直していきたいなと思うんですよね。なのでここがプラスになってますがここも無理やりプラスに書き直していきましょうと。とはいよろしいでしょうかここプラスに書き直してあげるとここがス b 分の1になるんですね。これに対して解釈を与えていきたいんですが 凸レンズの実像の場合はこの形になってますよと像が物体に対して反対側に来てたんですよね。でも今回は物体に対して同じ側に像ができているのでこの実像に比べると像の位置が反対になってるんですね。なので像の位置を表す B が反対側にあるので B をマイナス B だと解釈してあげましょうと解釈してあげるとこの式に代入してあげることによってこの式ですね凸レンズの虚像の式が出てくるということなんですね。 同じようにこのオーレンズの巨像の式ですねオーレンズは巨像しかできませんがこのオーレンズについても解釈を与えていきましょうはいよろしいですかねこちらの式を無理やりここをプラスここをプラスになるように式変形してあげましたで先ほどと一緒ですね A 分の1ス b 分の1ですよねなので巨像ですから物体と反対側に像ができてるんではなくてそれとは逆の位置ですね同じ側に像ができているので像の位置を表す B の値が 負の値だと考えてあげましょうということですねで、そしてもう一つですねこの焦点距離を表すところもここ無理やりプラスに変えてあげるとマイナス F 分の1になってるんですねで凸レンズだったら焦点距離を F として考えましたから今回反対の O レンズになっているので焦点距離がマイナスになるとして解釈してあげるとこの式と等しい形になってきます等しいというのはここがプラスでここがプラスになっているかのような式になっているということなんですねまあ、こういう解釈をしてあげましょうと こういう解釈をしてあげることによってこちらですよね。写像公式はどう使っていけるかというとまずは物体の位置はもう必ず正の値にしてあげましょうと。そして像が物体と反対側にできた。要するに実像になった場合には B の値を正としてあげて像の位置が物体と同じ側。 いわゆる虚像ができた場合には B の値は負の値と仕上げましょうとそして最後ですね O レンズですね O レンズの場合は焦点距離が凸レンズだったらプラスで考えているので O レンズの場合はマイナスとして代入して計算してあげるとこの式を使って考えることができるんですよということなんですね。で最後倍率ですね。この3つのつ式を、ね、導出する時に p'q' 物体の高さ分の像の高さっていうのを計算していったんですがいずれも A 分の B になったんですねただこの2つ目3つ目のところは b の値がマイナスになりますから例えば A 分の b を代入した時に5分のマイナス1 0倍とかいわゆるス2倍とかになってしまうんですね。 実際大きくくななななっっっっってっててててていいるるののにママイイナナスス2倍たたら、マイナスがついてたらががかなっていう気がしますよね。もちろん比の関係で出てますからマイナスじゃなくてちゃんと2倍になってるんですけどもなのでちゃんと倍率っていうのは正の値で答えていきますから大きくなったら1より大きい値ですし小さくなったら1より小さな値になってますから正の値で答えてあげるということで絶対値つけて考えていきましょうということですね。 はい、ではこの使い方写像公式の使い方を使ってですね問題4つ用意してますから問題を解いていきましょう <noise> はいそれでは1番やっていきましょう1番は凸レンズから 20cm の場所に物体を置いてあげた時にどんな像ができますかというとこですねで今回の焦点距離は 10cm になってますよということなんですね。 なのでまず与えられているものは A の値ですよね。突然図から20センチを離してってこと言ってますから A の値が20。そして焦点距離が10ってことが与えられているんですね。はいじゃあ計算した結果 B の値が20センチと出てきました。じゃあ今回計算した B の値がこれ正の値で出てるということなので正の値ってことは物体と反対側に像ができているということになるので実像になるんですね。 で成立か倒立かについてはもうやっぱり図を書いて考えなきゃいけませんがもう覚えておいてもらった方が早いかなと思います倒立の実像で,す、ねはい、ではもう一つ見ていきましょうもう一つは倍率ですね倍率は A 分の B の絶対値で与えられましたね A の値が20求めた B の値が20ですからそれぞれ代入していきましょうはいよろしいですかね計算した結果1倍ですね なので凸レンズから物体と反対側に 20cm 離れた場所に倍率1倍の倒立実像ができるってことが作図を一切せずにこの写像公式だけで計算できちゃう分かっちゃうということになるんですね。はいそれでは続いて2番やっていきましょう2番は凸レンズから1 0センチの場所に置いた場合ですねこの場合どうなるかっていうことで実際代入してやっていきましょう。はい、じゃあ計算ししていきましょう A の値が10 10 10 1でで焦点距離10ですよねそれぞれぞけど が10分の1ですから b 分の1が0になってるんですねじゃあこれよくね b の値が0だっていう人がいるんですが0ではないですよねこれ両辺 b をかけてほしいんですが1イコール0かける b になりますから b に0をかけて1になるものなんか存在しないですかねなのでこれ答えないですよね解がないんですね1割る b が0になる b の値はありませんから b は解なし要するに増ができないということですね はい、よろしいですかねなので A の値が10ですからちょうど焦点の上ですね焦点の上の物体に置いてあげると光軸に平行な光が凸レンズを通った後の光ですねそれとレンズの中心を通る光が凸レンズを通った後の光っていうのが2つが平行になってしまうので交わるところがないんですね。なななのでで鮮明な像ができないということででは括弧3番やっていきましょう。3は凸レンズから 5cm の場所に物体を置いてあげたってことですから A ですね。A の値が5になって っているとで焦点距離はさっきと一緒ですから10のままですね計算していきましょうはいでは確認していきましょう A の値が 5F の値が10ですから5分の1を移行してあげると10分の1引く5分の1要するに10分の1引く10分の2ですからマイナス10分の1ですねしたがって B の値がマイナス10になるということが分かったんですねで B の値が負になる時っていうのはどういう時だったかというと B の値が正だったら物体と同じ側 B の値が負だったらば 物体と同じ側にできる要するに虚像ができているということだったんですねなので今回は B 型が負なので虚像ができていて 倒立か成立かについてやっぱり作図しないとわからないので作図してあげた結果成立になるんですけど、まあ、これはねもう覚えておいてほしいかなと思いますはいよろしいですかねではあ,あとは倍率求めていきましょう倍率は A 分の B から計算できるんですが A 分の B そのまま代入してあげると A の値が 5B の値がマイナス10ですからマイナス2倍になってしまうんですねマイナス2倍ってなってしまうと虚像ですかねレン図の虚像ですか明らか大きくなってるのに マイナスって書いたらね。大きくなってるのか、ちっちゃくなってるのかわからなくなりましたね。なんで倍率っていうのは正の値でしか考えないということを先ほども言いましたので、絶対つけて考えてあげなきゃいけないということでしたね。はい、よろしいですかね。ではまとめていきましょう。倍率2倍の正立虚像が。 物体と同じ側でレンズから 10cm 離れたところにできるということですね。はい。それでは最後の問題やっていきましょう。O レンズの問題ですね。で今回 O レンズから 20cm 離れた場所に物体を置いてあげると言ってますから、A ですね。物体の位置を表すのは A でしたから、A の値が20ですよと。で、焦点距離をね、今までと同じように10を代入していきたいんですが、O レンズの場合は負の値にして考えていきましょうということでしたね。なので、10ではなくてマイナス10を代入してあげましょうということでした。 はい、では計算確認していきましょう。a の値が20、焦点距離ここ間違わないでくださいね。マイナス10ですね。オーレンズの場合を負の値で代入しましょうということでした。はい、では移行していきましょう。移行した結果、b 分の1がマイナス10分の1引く20分の1ですね。通分してあげるとマイナス20分の2引くマイナス20分の1ですからマイナス20分の3ですね。したがって逆数取ってあげたりいいですね。b の値がマイナス3分の20と出てきますよということなんですね。 では同じように b の値が負の値ですから物体と同じ側に像ができるってことですから共像ができますよとでこれも作図しないと実際はね成立か倒立かっていうのはわからないんですがもうこれは覚えておいてほしいなと思います成立ですねなので成立の共像ができるということでしたで最後倍率ですね倍率は a 分の b で出せるんだけども絶対値つけておかないと大きくなったか小さくなったかがわからないので必ず正の値で答えてあげましょうということでしたね はい、じゃあ A の値が20で B の値がス3分の20ですから3分の1倍今回はちっちゃくなってるんですね1倍で同じ大きさ3分の1倍だと小さくなってますからね図を見てもらったら分かると思いますがこちらがね物体になってますからオーレンズの場合はね毎回ちっちゃくなってますからねなので3分の1倍ちっちゃくなるってことがこれで分かりますよということですね。最後のまとめだ。にゃ はい、それでは最後ままとめやっていきましょう写像公式っていうのはこの凸レンズの実像の場合のレンズの式のことを写像公式と言っっててこの式だけを使っていきましょううねとということだったんですねなので虚像の場合は像の位置が反対になるから B の値を負の値に O レンズの場合は凸レンズに対して O レンズ反対になっているので焦点距離を負の値にしてあげましょうということでした。 なのでこの写像公式を使って計算した結果 B の値が正だったらば実像になってるし B の値が負だったら物体と同じ側に像があるということですから虚像になってるとであと注意してほしいのは倍率は必ず正の値で答えてほしいということなんで絶対値をつけて A 分の B から計算していきましょうということでしたね。 はい、ホームページにはたくさんの問題を用意していますので、ぜひ概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてください。この動画が良かったなっていう人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聴いていただいてありがとうございました。